本日は第12期グランプリマックスベスト16 B 卓最終戦の模様をお届けいたします。司会実況は私水越京子が、解説は三浦智弘プロが務めます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは対局の準備ができたようです。第12期グランプリマックスベスト16 B 卓最終戦が立会人友竹正治の合図により開始されました。なお、一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで5回戦を戦い、上位2名がベスト8へ進出となります。それでは座り順紹介してまいりましょう。ちいちゃ柴田、なんちゃ紺野、シャーチャー佐々木、ペーチャ小林、以上の並びでスタートしております。トーン1局ドラバリアンソー。はい、ではいよいよ最終戦となりました。はい、で4回戦までのトータルポイントが今から表示されます。表示されました。なんと結構詰まってきましたね。ね、さんは先ほどトップラス決められましたからね。はで、い。小林さんがターゲットになって点差はが現実的になりました。い。その差が16.4ポイントなんで、ええ。すごい大雑把に言うと、はい。浮き沈みを決めれば可能性が高いって感じですね。もちろん素点もちょっと必要かもしれないんですけど、とりあええ。えず、小林さんを沈めた状態で自分が浮いていれば可能性が十分あるというイメージでやると思います。で、柴田さんですね、今現状4着目、2着目の小林さんまで 42.5 ポイント差なんですよね。これなんかさっきも言ったように現実的なのが30ポイント差なんぐらいなんで、ちょっと厳しいんですけど、イメージとしては、自分が5万点のトップを取りつつ、小林さんが沈んでいれば可能性があるぐらいの感じですね。まあ、5できれ万ば、点取って2て。万点切るぐらいにしたいんですけど、まあ、そのくらいのを目指して、まずは自分の点数を稼ぎに行くと思います。ありがとうございます。それでは選手の方、手牌を見ていきましょう。現在佐々木は初が統一で、他にも統一が多い。手格好小林、こちらイーションテン、そうです白統ね、一トン統一。小林さんはとにかく局を進めたいんで、どちらの本店も取ると思います。場合によってはバックでも仕掛けるか。仕掛けましたね。こちら数万のポンから発出していきました。白とトンのシャンポン待ちでテンパイです。小林さんの有利なところはこの並びがまたいいんですよ。並びというか、その自分がラス親じゃないですか。それも大きいですし、上茶の自分が軽めの仕掛けをした時に、久人さんから泣かせてもらえる可能性があるんですよアね。シスタとそうです。アシストがあるという。なるほど。久人さんはちょっと余裕があるので、もしかしたらそういうプレーも見られるかもしれないですね。で、柴田もテンパイ。いや、イーシテンャンパイじテゃンなでい、す失礼ね。しました。パーワンを切るか、ローソーパースを払うか。イペイコー確定もあるか。カンチーソの馬強が良さそうなんで、パーワン切って打点を作りたいんですけど、ですね。パーマン切りを選択。さあ、今度もイーシャンテンです。今野さんは白がもちもちなんですね。そうですね、白がもちもち状態。で、トーンは山に2枚いると。トーン山に2枚います。さあ、柴田さんは絶対にリーチ打って上がりたい。さあ、パーピン振り点かつ4枚切れなんで、カンチーソの良さを考えるとツモ切りですね。ね、早めにリーチって言えさえすれば、小林さんは相当おろせる可能性高いですからね。さあ、小林はドラ引き。ここで打点がアップ。転売しない。ペーが統一。さあ、どうする。ペーは2枚切れなんで、白をポンで取っきたといて時も。に、やっぱペーですね、これは。取っといても仕方ない。久田さんはちょっと受けながらになりそうですね。ドラ1枚あるけど使いづらいし、打点も今一つ見えないですからね。小林仕掛けてますし、もう対応という。まあ、その小林さんの手次第なんですけど、軽い仕掛けには保留してもいいんですよね。まあ、ちょっとわからないですけど、その
小林さんが例えばさっきドラ引いた時につもぎったりすると、うんうんうん、もしかしたら佐々木さんからのアシストがあったかもしれないですよね、はい、あ安いとなったらそうですね、はい、ただ今佐々木さんの目からはドラが1枚しか見えてないし、ね、数ワンポンでまあトイトイとかの可能性も否定できないので、はい、あこれ勘違いでリーチしたいです。あ、勘違いそうで闇天柴田転廃しました。ここは勘嘘単4インペコ。これは小林さんに対して数層がもう危ないっていう判断ですね。はい、うーん小林に対して馬強的には数層切ってリーチ打ちたかったと思うんですけど、はい、逆に今野さんはチースぶつけてきましたからね。やる気満々で、うん、でも今野トンが浮いてます。いやでも3ピンとか引いたら勝負するんじゃないですかね。でも3ピンがあれかな、引かない、そんなことないな。いやでも引きますね。いやその引いたら行くと思いますよ、はい、こうしてる以上、はい、嘘はまだいるんですよね、はい、嘘も小さな馬強かったのか。さあどうなる数層ロス、まあ、ロスを取ってますからね。ここは3層と数層のシャンポンに間違いです。3層はありませんね。で数層も今空手ですけど、はい、両ウソを引いた時に超ド級のテンポになります。あそうですね、シャーターン機狙ってるのかな、うん、ただローピンが通ってない、はいけど3ピンを通していて、うんうんうん、はい、老朽ピンはノーチャンス、シャーターン気にする手もあったということですね、はい、あ、嘘、もう今野さんも順命的な問題ですね。そうですね、さっきチースをした段階では転廃すれば満貫クラスの勝負手になったんですけど、はい、もうこの順目だと上がりが厳しいということで丁寧に抜いていきましたね。はい、アーシャーと思ってますね。うん、難しい選択ですよね。いや普通シャー切りますけどね。うん、さあトンが1枚、はい、トンはまだ1枚あります。多分ここで柴田さんトン掴んでもチートイド切れますからね、はい、ここは柴田と小林の2人転廃で流局です。結局一本場、さあ柴田さんは連チャン成功しましたけど、はい、小林さんも加点しちゃったんで、はい、もっともっとつま上がり目指して、ね、ガンガン攻めていきたいですね、はい、ドラはペー、さあ柴田ピンズでメンツが一つ、初も統一、うまくいけば二差しの三色で黒田ペーになります。はい、今度はどうでしょうか。今度は、まあ、今マンツで1メンツ、ピンズで1メンツ、2メンツあるけど、はい、ちょっと重くて打点が見えない、ね、なんとか打点見ていきたいですね。はい、予算はもっと悪い、ちゃんととか見ながらすごいゆっくり進めそうです。小林は嬉しいペンチースを引き入れてそこそこ広いにしちゃったんですね。はい、小林さんは上がりの価値自体が高いですから、はい、打点がないこの手でもかなり勝負していくんじゃないかなと思います。 あ、今度早そう、小野さん単野のいいシャンテンですね、はい、この手はさばき手にして泣いていく可能性ありますね、うんはい、当然つま上がりとかを狙って小林さんの点数を減らしたりもしたいんですけど、はい、いかんせんちょっと打点が見えなさそうすぎて、この曲は見切るかもしれないです。これはリーチかな、転廃、はい、闇天ですね。あ、闇天なんですね。そうですね、はい、やっぱり、トータルラス目の柴田さんの親番っていうのが大きいと思います、はい、ここでリーチを打っても、はい、柴田さんは絶対降りてきれないんで、あ、もしそこにそこと1対1になって宝珠だったりになると、はい、
一気に自分が3番手まで落ちてしまうという可能性もあるので、はい、こんなもテンパイ、ここは慎重な選択になりましたね。はい、テンパイ崩しましたね。ピンフをつけに行きました。あ、このローソを食い換えると本野さんの2枚目の3番が間に合うかもしれないですよ。なるほど。さあ、ここで小林食い換えまして、サブローマンの天敗。さあ、でもこれは周りからは先天が見えちゃいましたね、はい、まあそうですけどで、まあ、小林はもうここは上がるのが、上がって曲を進める。ドラがペーじゃなかったら先天かどうかわからないんですけど、はい、今回はドラのペーが小林さん役牌なので、はい、もしそのペーがあったらそんな食い返するはずないんですよね。うーん、だから当然、ね、はい、単ヤオの可能性が高いので、はい、ここは周りに先天ということが透けても役割にしたいということですね。はい、まあ、安いというふうに思われれば周りからも出やすい。そうですね、それはあります。佐々木さんから そのアシストを期待する上ではありなんですけど、はい、近野さんや柴田さんに攻め返しされやすいっていうデメリットはあるので難しいところですね、はい、まあ単純に出上がりできるようにしたかったんですよね、はい、さあ近野さんが3番にくっつかないと報酬ですけど、そうですね、あと柴田が初あんこにしてといい感じのいいシャンテンに、そうですね、2差し回って、これで天敗、リアム袖でリーチっぽいですね。リーチか、自分の目からスーツが3枚、はい、4枚見えていて、リアム袖馬鏡もいいし、はい、小林さんが明確に安いのがさっき言った理由でわかるので、はい、ここで親のリーチって言えば無筋は当然、あ、リアム袖、あ、でもこれは通りそうなんですよ。柴田の上がりとなりました。リーチ初3900は4200。小林さんも結構折り寄りの選択になる状況なんですけど、はい、両走くらいはっていう牌でしたね。結構捨て牌に数走とか、数走は目に見えてワンチャンスで、はい、1枚勝負、次の無数字はほぼやめたでしょうけど、その1枚が捕まっちゃいましたね、はい、ここで小林が点数を減らすと、そうですね、追いかける2人に、まだ1局なんですけど、はい、並びはできました、はい、あと今野さんは浮くだけで、まあ、浮いてちょっと点数必要ですけど、はい、ほぼ浮くだけで条件満たします、はい、柴田さんはまだまだ連チャンしないと厳しいです。はい、トン1局2本馬、ドラは小さになります。柴田は総図で一メンツ、今野が何があんこに567と総図、ドラ含みの総図で1メンツで、今野チャンスじゃないでしょうか。そうですね、はい、小林もドラ含みのメンツあります。柴田さんも十分戦える。はい、今野さんがこの手を上がれると一気にトータル2着目になりますね。マンガンクラスの上がりが見込める。小林さんをラスにしたままだと、まあ、ほぼまくるんですけど、はい、まあ、まだトン1局で数千点みたいな差ですから、全然わかんないとはいえ、はい、一旦条件クリアしますね、はい、さあ小林さんもまあまあまとまってはいるんですけど、そうですよね、はい、ちょっと役が見えない。やはり今度の手が、いや、圧倒的ですね、はい、南岸クラス見えるかつ形も一番いいです、はい、さあこれでメンツで決めそうですねあ、ごめんなさい、E ピン全中切っちゃったんですね。切っちゃってますね。そしたら単ヤオにしましたね、はい、ここは9万を払っていく。さあ柴田もいい数万引きましたね、はい、これでマンズが連続形になって単ヤオが色濃く見えたので E ピンを切って、はい、1,2,3 は見切った形ですね。はい、これで高精度いいシャンテン、キューピンが2枚切れなんでスッチワンの方向でしました。なるほど。さあ小林さんも単野を見えてきたんで仕掛けありますね、うん、あー、なるほど、仕掛けていく。もう小林さん降りてれば勝ちっていう状況では全然ないので、はいはい、上がれる手は上がりに行きたいです。はい、小林さんは2ピンを残して2差しを見るかどうか残しましたね。はい、
コアリアンピン残してドラ引いた。そう、うん、つま切りもありましたけど、ここはさらに泣いても高打点の可能性は残るようにしましたね、はい、ちょっと佐々木もあのピンズの本一が着々と育っているという。どんな感じですか、ちょっとしばらく見てなかった。あ、これはカンです。ああかん、もう打点はいくらでも欲しいですからね。上海から振り起こすのは、はい、何でしょうか。これで今野さんは泣いても3900点の日本馬で4500、十分な加点になるので、つけ切られた、転敗できる牌はチー点取るかもしれないです。あ、さあ小林さんは今野さんにノータイム暗冠を見せられて、はい、これ転敗近いなとなって、うん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 、今安全牌の発を残そうか迷ったんですけど、自分の上がりの可能性を優先しましたね。はい、小林も、はい、結構仕掛けたりとかして転敗いけそうな、まだちょっと急所多くて難しいんですけど、そうですね、はい、それだけ上がりの価値は大きいと、はい、ここでパーワンが唯一今野さんの筋の牌、はい、リャンワンも今引いてきたんですが、かなり守備力は減らすけど、ええ、上がりに向かってるって感じですね。どうだ、さあスーピン切るか、ウーソロースは切らなさそう、両面選択する手もあるか、チーワンは場にやすいんで残したい、ローキューピン、キューピンが2枚切るどう見るか、ウーソロースですね、はい、さあ両面両面のいいシャンテンだ、ドラアンコのコンノ、なんか今野さんの手は、はい、その両面の部分を縦に引いた時に、はい、その5677の形が強いんでそこを残すかと思ったんですけど、すで、にウーワンチーピンを切っちゃってるんで、あ、まあ、変化残すかあのメリットが少ないという判断ですね、はい、さあ天杯、さあ天杯カンウーピンリーチのみを打つか、打つ価値はある、これを打つと周りは行きづらい、 ただ、うん、もう本野さんが難関してるんで、はい、そこを下ろせるかどうかは怪しいんですよね、そうなるとちょっと、はい、普段のバランスだったらおそらくリーチはありえないんですよ、はい、柴田さんのプレイスタイルからして、はい、ただここは一巡でも早くリーチって言っていくことが、はい、効果が大きいということですね。親番でプレッシャーを、これチーだ、はい、今度は降りませんよね、絶対降りないですね、ないですね、ローキューピン、キューピンはありません、ローピンは、今野さんあと1枚か、1枚ある1枚ある、これ久田さんのキューピン危ないですよ、危ないですか、はい、危ないですか、今ペー打ったんで、はいはい、ペーペーペーになったんですけど、はい、キューピン現物あの今野さんチーピン先切りしてるんで、その安牌なくなった後は危ないと思ったんですけど、はい、もう今ペーペーペーパーピンとできたんでしばらくは大丈夫そうですね。あー、ウーピンも残り1枚、ウーピン1枚のローキューピン1枚、ウーピン1枚の、はい、ローピンが1枚、これはどんな結果になるか、積もったローキューピン完全にかわしましたね、はい、ナンドラさん2004戦は2200、4200の積も上がり、いやーすごかったですね。これで結構、はい、そのトータルポイント的には大きな差になりましたね。どうなったでしょうか、多分10ポイントとかそのくらい今野さんが上に行ったんじゃないですかね、まあ、ただそれは順位点込みのポイントなんで、当然小林さんは打つことができれば十分逆転しますし、はいはい、今野さんがトップから落ちても全然わかんないです、はい、ただ一旦今野さんが上に来ましたね、はい、と2局親番今野ドラ馬車、4回戦始まるまでは結構の差あったんですけど、はい、見事にかわしましたね今野さん、いやすごいですね、なんか 1,2 回戦終わったところですごい上下の差があったの で、 そうです、ね、この2人で決まりなのかななんとかって思っちゃったりしたんですけど、やっぱり5回戦あると全然わからないですね、変わりましたね急に、いやーすごい、いやでも小林もまだ負けてない、ただこれでちょっと柴田さんが厳しくなりましたね、はい、そうですね、ちょっと今度に上に行かれて
そうですね、最初に言ったように、はい、その5万点ぐらいのトップを目指すのは変わらないんですけど、はい、今野さんが浮いたまんまだと小林さんをかわしても今野さんをかわせないみたいなことが起こりうるので、はい、ちょっと今野さんのポイントを減らしながら自分が大きなトップを狙いたいですね、はい、12ポイント差ぐらいですか。12ポイント差に今なりました。でもそれ見た目上なんで、はい、実際はもっと小さいですね差は、はい。さあこうなってくると佐々木さんもちょっと寒いんですよね。ちょっと安全圏じゃなくなっちゃいますよね。全然安全圏じゃないです。これで今度がもう一回漫画でも上がろうものなら佐々木が今度まくられて漫画もいらないですね。今野さんトップなりつつ佐々木さんがラスになったらもうほぼ並び、はい、かつ小林さんが原点残るとか全然まだ可能性あるので、はい、らららら、もう全然わからないですね。はい、ちょっと最終戦行方がわからなくなった。まだ若干佐々木さんが有利なのは変わらないですけど、はい、あ、何か100点の上司が前局ちょっと展望のやり取りに間違いがあったのでしょうか。さあ皆さん気配どうでしょうか。佐々木ピンズの連続系、小林統一が多い、チュンが統一、チート一、チート一射点だけど、メンチでも若干残ってる、はい、そうですね、はい、小林今度まくり返さなければいけない立場になりました。まあ、小林さんはまだラストエもありますし、とりあえず限定目指してやりつつ、ね、はい、最悪ちょっと大きく離されてもその、はい、ラストエで頑張れるっていうふうにできますからね、はい、まあ、とりあえずあの原点目指したいっていう感じですね、はいはい、原点さえあれば他の人がトップになったり、はい、本野さんの点数減ったりして自然に通過になることは絶対ありますからね。さあ小林はここでチート1選択、そして佐々木が仕掛けていきます。タンヤオで仕掛けてドラのシャーを切りましたね、はい、打点的なプレッシャーはないんですけど、久里さんはまだまだタクを回すのが、はい、大事な状況だということですね。現状ポイント的に一番トップに立っています佐々木。ただね、ここまだ今野さん十分、はい、全然攻めてくる場面なの で、 そうです、ね、その手配単用配だけにするのはちょっと怖いんですよね。あ、ここでちょっと今野に押されたら多分若干そのパワーワンの安全度が高いっていうのが仕掛けた理由にありそうですね。あ、ここで柴田もピンズで仕掛け入れていきます。関連ピンの発進、さあピンズの鎮痛へチャンス手になってきましたよ今野。あ、でも目いっぱいしましたね、こう佐々木さんは。はい、今度ちょっと問いつけあんこ系のここでつもりさんあんことかリーチして積もったら結構有利ですね、まあ、これ寄せ寄り引かれたらもう、ね、決まり決まりに近いですね。近いですよね。あ、これポンテンだ。もう防御力ゼロですよこれは。でスピン切って佐々木ウーパーソーの転敗、やっぱこういうのをしっかり仕掛けられるのがなんかトーナメントの強さな気がしますね。その、はい、久里さんみたいなまだ有利なぐらいの状況でこれができるのってすごい大事で、はい、どん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 選択肢が少なくなっちゃうんでその前にリスク取って上がってしまおうと、はい、うなるほど。もちろん大怪我することもあるんですけど、はい、ここで今野さんからリーチって言われたらやめとけよかったってなるんですけど、はい、やっぱり自分の勝ち上がりをちょっとでも高める選択は積極的にしてきますよね。あ、なるほど、これで転敗リーチだと思いますけど箱は切りづらいのかな。徹底して硬いですね。今ローソーが1枚切れたのか、はい、そうですね。だから上がりがローソー切れてる、リャンピンも1枚切れてる、このままの上がりはかなり厳しいということですね。なるほど、これでなんかウーソーとか引いてリーチとかしちゃったらすごいですね。あと吐くの危険度もローソー取れちゃったし、回った理由にもあるので、はい、人戸さんの仕掛けがパワーワンポンドラ切ってで、はい、9番切ってパワーポンのスーピン、かなりタンヤオっぽいけどトイトイのケースもある。ハクバックを含んだトイトイのケースとかも警戒してるってことですね。
そうだ、柴田さんがまだテンパイの可能性は低いっていうふうに見てたと思うんですけど、はい、これは一旦短期に据えてありますね。そのウッパー層が見えてなさすぎて固まってそうなんですよね、はい、で、まあ、そのまま流れが可能性低いということで、はい、そのこの後切りづらい、はい、テンパイ牌を引いた時に回れるように、シート1テンパイ、さあペーが地獄待ち、うん、パー層はロー層が4枚切れて一見良さそうだけど、うん、ションパイはおかしい、実際はパー層が3山、はい、さあどうする、どうする、無難にペイを切って闇点もある、はい、しかし大立場の小林、ここは、はい、ペイ待機を選択、リーチを打っていきます。いやパワー層全部いるには見えないですね。ですよね、どっかに固まってる可能性の方が高そうですね、はい、今度もテンパイですが、このさんは、うん、あそこで吐く行かなかった人はリーチにはいかなさそうですね、はい、あこれパワー層で上がりがある、パーソーで上がりがありますよ。めちゃくちゃ通りそうですもん、パーソー。はい。お、このもテンパイ取った白短期。うん。ただペイが止まる人もいなさそう。うん、若干チートイっぽいな。小林さんのステイが相当チートイっぽくて。はい。メンツって、ああ確かに小林さんチートイっぽいですね。なんか4枚切れの牌とかポンされてる牌とかが多すぎて。はい、ええ。現実的にメンツ手が組めてる可能性低そう。久里さん最終手なんですか、もしかしたら。ただどこにも行かなかったですね、はい、そしたら3人転敗で流局となります。今野、佐々木、小林の3人転敗。小林ペイなかったですね。そうですね、勝負位置行ったんですけど、はい、また今野さんの選択も面白かったですよね、はい、勢いに乗ってリーチって言っちゃう人多そうなんですけど、冷静に自分の上がりの可能性が低いと考えて、はい、安全に連敗取りに行きましたね、はい、さあドラーパーピン、今野博がドイツ、ローソーがあんこ、さあ佐々木メンツはなし、小林は総図で一メンツ、さあ柴田はドラが1枚、今野さんは白の競馬早いんですけど、はい、打点的には柴田さんが高得点狙いそうですね、はい、まあ、ただ形はまだ全然なんで、そうですね、うまくいけばちゃんと3色、うんうんうん、ピンフちゃんと3色みたいな感じなんですけど、はい、可能性は低いです。発進していきます。さあこれでイシャンテン、今野さんはイシャンテン形は悪いですけど、はい、一応プレッシャーをかけつつ、うんうんうん、うまくいったらトイトイとかもあるということで仕掛けていきましたね、はい、さあ親の仕掛けを受けると他はやりづらいですよ。そうですね、特に押し返したいっていう手配の人があまりいない、はい、まあ、柴田さんがうまくいけばっていうぐらいなんで、はい、柴田南岸子、特に佐々木さんと小林さんはちょっとこのままじゃ戦いづらいですからね、急所いくつか引かないと、はい、柴田さんは若干7、8、9とかうんうん、見えますけど、はい、シンプルにチーバンを打つか3色残してチーソーとかを選ぶかだったんですけど、うんうん、はい、シンプルに進みました。さっさきトーンが重なった、役牌のトーン重なったけど泣けたところで大した手じゃないんですよね、リスクを犯してまで出ましたけど泣かないですね、するですね、それがね、現状佐々木さんが2着目とかだったらリスクを犯したかもしれないんですけど、はい、この手でトップ目で、はい、トータルトップ目でのリスクは犯しづらいということですね。さあ小林チュンが統一、いいシャンテンまで来ましたね、しはい、うまく役ファイを重ねて役を作りましたね、はい、
今野さんはいいシャンテンなんですけど、いい裾が振り点ですごい弱いターツだったので、うん、ここはもう払っていっちゃいましたね。はい、久里さんは受け、そうですね、はい、ペイの統一落としをしていきます。チューンはどうでしょう、まだ誰も場に1枚ですね、場に1枚。さあ柴田さんは打点的にはいいペイクを残してリャンソーさん、スースを切っていきたい、うんうんうん、あら、その下が完全に受けてます ね、 そうですね、ちょっとドラも見てますしね。小林さんはチーマンチューンさえ引ければ満貫の上がりになるので、ちょっと頑張りたい、はい、そうですよね。ただ今野さんが結構チュンチャンパ余って、はい、うん、今想像の3、5、3、3、2と、まあ、3は1枚ってつもりでしたけど、はい、相当進んでそうな感じは受けますね。あ、今の瞬間3層リャンソーの手出しで振り点ターツ嫌っただけなんで、はい、まだテンパイの可能性は低そうですけど、はい、いいシャンテンにはなってそう。さあ小林転敗できるか。さあいいシャンテンまで来ましたけど、うん、いい、はい、ちょっと受けが弱い。そうですね、老朽層が相当薄い、うん、そろそろ受け始めるか、はい。ダイレクトのチーソパースも弱いですし、ローキーピンも場に4枚切れで、はい、うーん、テンパイだ。さあ今度テンパイです。カンスーマン、さらに加点していくか。今野さん、さあそうマンズの本一に渡ったように見えて、はい、まだテンパイじゃないようにも見えるので、あ、チュン統一落とし完全に来ましたね。はい、テンパイ、これリーチかな。そうですね、リーチ。ソーズが、まあ、はい、そのチーソパス自体は1枚ずつ切れていて弱いんですけど、はい、ソーズが場に安くて十分期待できるということですね。はい、でそのリーチに対して当然今野さんはすぐ降りましたね。あ、降りました。ああ、テンパイした。行く価値ありますね。そしてチューンは切るんですけど、リーチするかどうか。はい、リーチもありますね、これは考えてますね。行きましたね、これはリーチ、リーチっぽい。小林カンチーマンで追いかけリーチ、これを積もることができれば、はいはい、あ、でもチーマンが一気に並びぐらいまで行きますね。はい、ですがありますか。あと1枚かな。あと1枚、柴田の町はもうないですね。そうですね、はい、小林さんが使ってる天敗復活で3番は、あ、天敗復活ウッパーマン、これは行くんですね、はい、あ、なるほど。もうその小林さんに対して受けられる牌がないんで、だったら天敗取ってしまおうということですね。はい、どうなるか、チーマンかウッパーマンか。さすがにチーマンは切れなさそうなんで、あ、今度はそうですね。さあこれで残り1枚のチーワンが引けるか、はい、今野さんのつながりも若干可能性ありますけど、はい、あ、これは積もれない、あ、出上がりできない。ああ、そっかそっか、振り点ですね。なんで、はい、久里さんの一人脳天ので終わりか、それともチーワン積もれず、ここは3人転敗で流局。今野、柴田、小林の3人転敗、そして京卓リーチボーが溜まってきましたね、はい、これ久里さんも寒くなってきますね。3本1人の点は痛いです、はい、しかも今野さんの親が進まない、はい、はい、現状今野と佐々木がほぼ並びまで来ています。トータル3ポイント差ですけど、これは、はい、あの佐々木さんからするとトップラスを決められた上で3ポイント差なので、はい、本野さんとは若干余裕があるって考えていいかもしれないですね。ちょっと上がればまたポイントが上に行きますもんね。トン、ね、はい、2局2本場、ドラはローソー。ただもうあとはないぐらいのに思ってるかもしれないですね、はい、
本間さんは結構受ける場面多いんですけど、それでもなんかしぶとく粘ってレイちゃんみたいな、はい、そうですね、はい、テンパイ料をもらうみたいなシーンがめちゃくちゃ多いですね、はい、なんか最初に言った攻め派の3人に囲まれてどうするか、うん、ちゃんと俺を受けるんだよっていうのを教えてくれてるような感じがかっこいいですね、うん、はい、本当に受けながらもしっかりとテンパして、いやめちゃくちゃ受け強いですよ、すごいですよ、本当すごい止めますよね。なんか普通の人だったら余裕で泣かせたり応酬してたみたいなのが、もう今野さんは粘り込んでテンパイみたいなのがめちゃくちゃ多いですからね。小林さんがまた、はい、スーピンから仕掛け入ってます。小林始まりましたね、はい、もうこの手は、この手はというかこの曲はですね、佐々木も仕掛けてテンパイ、パーソーとウーマンのシャンポン、まあ、佐々木さんの仕掛けは当然の仕掛けなんですけど、はい、この小林さんの仕掛けですよね、スーピンポンからパーツも全然揃ってない、今日仕掛けた方がマシというぐらいの積極策ですね。はい、さあこれで、佐々木さんが上がることができると、はい、結構一息つけますね。リーチ棒回収して2000点の3本馬 で、ね、はい、ほぼお、あ、ここはあっさりと佐々木がつも上がりました。単野300-500の2本馬500-700、そして京卓のリーチ棒もたくさんもらえてます。さあこの展開は小林さんがきついですね。そうですね、これで今野と佐々木に上に行かれる感じになってしまいました。トン3曲、佐々木の野蛮すごい長く感じますけど、まだトン3曲なんですね。そうですね、結構、はい、全然まだ分かんないですね、はい、ドラウマ、さあ佐々木ピンズで一メンツ、小林トンがドイツ、トーンは仕掛けるとして、うん、そこにあトンもちもち本一をつけるかどうかだったんですけど、はい、で今度早そうだ、ヒョトさんも形はいいですね、はい、何かしらで仕掛けていくとは思うんですけど、そのトーン以外をどうするか、はい、トーン以外から仕掛けてトーンバックだけにしちゃうともちもちなので厳しいけど、まあまあその本一とか見えなくはないので、はい、柴田さんが先に本一できましたね。うーん、初から仕掛けていきます。柴田さんからしたら役配2つ同時ですから当然ですね、はい、柴田さんはまだまだ点数というか5万点最初に言ったように目指す戦いなんで、はい、まあ、幸いにも並びができた、はい、あとは打点をどう作っていくかって感じですよね、はい、現状小林がラス目となっています。さあこの仕掛けを受けると久里さんはちょっと頑張りたい手配だったんですけど、はい、その柴田さんに8000報酬はすごいもったいないでしかないんですよね。特にライバルでもないのにそこに8000受けて、はい、なんか四つどもえみたいな状況にしちゃうのはもったいないなと考えると、はい、ここはテンパイ取らず、このそうこのションパイのチュンとかも抑え切っちゃう可能性ありますよね、はい、もう最悪久里さんははい、伏せてもいいモードになった可能性はあります、はい、当然まだ全然危ないは危ないんですけど、はい、さっきの500戦でちょっと余裕ができたなって感じしますね、うんうんうん、並び的に2着だったらですもんね。そうですね、はい、さ今野さんが一旦テンパイ取らずしてピンフの合計を目指してますね、はい、やはり今野さんの視点からしてもこの柴田さんの、おそらく満貫クラスの本一に、うんうん、宝珠だったりものめくり合いになる時点で損だということですね、はい、そういうリスクは回避して役割にしたいということで緩和の転廃を外して役を作りに行きましたね、はい、まあ、ここまであんな守備力を見せつけてきた人が、はい、緩和リーのみとか打つわけないですけどね、うん、そうですよ、リノミじゃないですか、ドラガーウーアンなんでリシと同じですけど、はい、ということでこの柴田さんの仕掛けは全員に対してプレッシャーが非常に高いと、はい、うーん、全員柴田さんに打つだけはすごいもったいないっていう認識なんですよね、はい、ちょっと小林も
部活には飛び込めない、はい、小林さんもチート率粘ってるんですけど、はいはい、またカウマンテンパイが戻ってきました。今度は人命的になるかもしれないですね。今度はテンパイ取っていきます。闇テン小林さんはチート率で粘ってるんですけど、浮き牌が数ピン、チーピン、9ピンと全て切りづらいピンズで、しかもドラの上を持ってきてしまったと、はい、ここでもう舐めてしまうか、はい、それとも1枚ピンズを押すか、ドラの上も切らないと思うのでピンズ勝負しましたね、はい、さあこの数ピンが強いのは全員わかるので、はい、ただね、その今野さんが3ピン押したのは全然わかるんですよね、はい、さすがに柴田さんテンパイの可能性は低いので、はい、3ピン切っても、まあ、悪くてもポンだろうなって感じなんですけど、上茶の小林さんは泣かれたくない思考が働くのかな、はい、多分。さあこれはチーできるけど、うん、いやもうこれ押し返しを見て小林さんテンパイか、はい、そこそこいい形のイーシャンテンは入ってるの間違いないって考えても、うん、柴田さん受けに回りましたね。はい、実際はちょっとサバ読んだチート率というか、はい、無理やり攻めに使ってる感じしますけど、周りはそう見えないですからね、はい、さあその押しを見た今野さん、まあ、一応数ピンは通ってますね、うん、はい、最初の3はこれで数ピン切れるから回れる、さあチート率イーシャンテン、さあじわじわ形になってきたけど、飛んないしピンズの下も薄い、これで役ありにはしそうですね、はい、ここでカンチーマンのテンパイに間違えました。イペコで役があるので出上がりもできます。お子さんはまだ手組んでる、チーマンはそろそろやめるかな、2枚、パーピンが全くの全員に無筋を、はい、柴田さんが余らしてきたんですよね。ああ。ということで、はい、受けたんですけど、このシャア手出してまだいいシャンテンだったかなって感じですね。あ、うーん、柴田さんがテンパった時にウーワン切るかが難しいですね。これでウーワン使いますね、あ、チーマン、はい、これで1ピンか2ピンを選ぶと思うんですけど、1ピンかな、さすがにちょっと2ピンの方がテンパイしやすいかな、微妙ですね、多分1ピンですよね、の選択、安全度で。さあ今度の当たり牌のチーマンも、もう1枚、うん、さっきまではウーワン切らなかったかもしれないですね、今野さんの捨て牌がちょっと怖いんで、はい、ええ、あと小林さんも降りたかどうか確信ないですからね、まあおやの久人さんは脳天、はい、小林さんは復活した、テンパイ復活、1ピンは切れます、1ピン切れる、これチーピン切って1ピン狙う手があるって考えてますね、はい、はい、ここはチーピン短期を選択、ラブナに2つ目の2人テンパイ、これは、はい、ここは2人テンパイで流局となります。小林さんもうちょっと早くウーワンが切れてくれたらギリギリの上がりの可能性あったんですけど ねあったかもしれない、一品で難しかったです、はい、親は流れまして、トン4局の一本場、親は小林になります。さああと1周ですね、はい、あれあれ、トンにもごめんなさい、今トンラスか、はい、すみません勘違いしました、ドラはウーマン、今度は小林さん余裕がなくなったんで、はい、かなり強く押す親番になりましたよ、はい、小林のハイパイどうでしょうか、初が統一だ、これはこれまで通りに初だけじゃなくて、はい、寛容に見せた初バックは全然やっていくかもしれないですね、はい、柴田ピンズで連続系がある、今野総図で一面図、さあ佐々木は何が統一、シャーも統一、
ただ役がないので、はい、なんか無理やりトイトイとか本位使うつけるか難しいところですね。そうですね、両方とも高ぜになりました。柴田さんはピンフケで形がいい。そうですね、はい、ドラも1枚あります。ここはまっすぐ進める。はい、コンサモリアンメンターズは揃ってるけど、はい、ちょっと自敗が重いですね。うん、佐藤さんはチートイツ決める手もありますね。はい、4トイツ今リアンソ切って本位詰め切ったんで、結構チートイツ寄りの選択になりそうですね。はい、さあ若干いいペークを出た点が出てきました。はい、今度もリアンメンターズが充実してきました。リアンメンが増えるのは嬉しいです。はい、パーマン切ってもメンツ手には見る未練なしって感じですね。あ、さあ両冠、これはチナ、ちょっとだけゴロチの3色、はい、567の3色の可能性があったんですけど、打点はイペイコーで見ようということですね。はい、うん、小林はカンちゃん級ばかり。さあ人とさんはもうほとんど、はい、あ、チートイツ、ね、受けのチートイツ、はい、現状4トイツ。これで下茶の小林さんが仕掛けた時が難しいですね。はい、完全に絞り切っちゃう手もあるし、自分のチートイツ、はい、イシャン点を優先する手もあるんですけど、はい、おそらくなんですけどローワン切ったらポンするんじゃないかと思うんで、うん、そうなった時にどうするか、はい、あ、これは嬉しい感動そう。先にチーピン切るかどうかですね。うん、さあ、いい射点。さあ、今度は頭のない状態が続いている。ん、これは数ワンかパーワンを切るのが形としてはいいんですけど、ここで思い切ってハツハツで単ヤオに寄せる手だったり、はい、マンズを厚く持ってリアンソー、なんかローソーとかリアンソーは中途半端、あ、そこ関数素、三三素の方を持ってきましたね。はい、きましたね。柴田さん、こうやってチーピンを切ると数層を引いた時に単品3色、はい、イベコとかあったんですけど、ここを広さ優先しましたね。はい、柴田さん、ローワン切らないですね。あ、3層が引っちゃった。でも残しますか。あ、でもイーソー自分 で, で、ね、あ、イースーソー自分切ってるの含めて5枚切れ、これは残しづらい。はい、チートイツとかになる可能性を考えてるかもしれないですね。うん、自分の目からイースウソがいっぱい見えてるんで、はい、リャンソスウソは縦には強い範囲なんですよね。なるほど、はい、でちょっと考えたんですけど、さすがにそこを払っていきました。はい、ここはメンツ店でのプランで。そうですね、感じでしょうか。はい、あ、このままこれで頭ができた。あ、これで泣きました、ね。はい、ここで初の仕掛け入ります。ちょっと一手遅れにはなっちゃったんですけど、そうですね、はい、ちょっと捨て牌だけ見ると、はい、換算素を払って初ポン、はい、これをちょっと本一に渡った可能性があるということで、ドライ色の本一なんでちょっとプレッシャーになる可能性、こういう久津さんのリャンワンローワンを抑え込める可能性はありますよね。はい、抑え込むのがいいのかどうかはまた難しい問題なんですけど、はい、抑え込んだせいで自分が連チャンできないとかもありえるんで、はい、その使いどころって難しいんですけど、多分これ久津さんはマンズナンも下ろさないんですよね。はい、うんうんうん、転敗してやっとどうかって感じ。これはローソー、このローソーを見て本日の可能性低そうですね。はい、大丈夫かな、これは戻せそう。ちょっと山がずれちゃったんですけど、あ、ららららら、でもこれは随分ずれましたね。はい、分かりやすく戻せると思います。はい、立ち合い人により山が戻されていきます。はい、元通りです。はい、今度は数層切らないのは、いや、安全度じゃないですか。安全度、はい、あー、そっかそっか、皆さんに数層が、今野さんのツモ番かな。いえ、どこまででしょう。はい、上段で、そうですね、今野さんが積もるところっぽいですね。柴田さんが切ったかな。何か見えちゃった灰とかあったんですかね。そうなんですかね。一応念のため確認してる感じかもしれないです。はい、あ、続行となります。はい、単純に安全の高い範囲残してた感じですね。
なんかさっき話してませんでしたっけ、あそこのローソー切りでお水っぽくないってとこですね。あ、はい、E ピンをさっき換算を払った後 E ピン切ってローソーって出しだったんで、はい、ローソーが手配に関連してる可能性高いんですよね、はい、ということで本日の可能性は若干下がった、はい、ただマンズが多い可能性は高いんでドラウーアンでプレッシャーにはなってますけどね、はい、本日の可能性が低いのは間違いないと思います。あ、さあやっといいシャンテンだけど、もう今野さんは万が一の本一も警戒して、ちょっともう行かない。はい、伊佐田さんも完全に受けましたね。はい。こうなるとあとは柴田さんからポン材が出るか自力で引けるかの勝負ですね。はい、ていうか柴田さん全然テンパんないですね、はい。そうですね。なので柴田ももう押してこない可能性が。いやでもそのつま上がりの可能性があるまでは柴田さん頑張りたいです。はい、例えばパーワンとかローワンでも、あ、ローワンはテンパイなんであれですけど。はい、パワンだったら切る、これでリーチするかどうか。ローピンだったら文句なくリーチ行きたかったんですけど、これでも1326も大きいということですね。はい、はい、ここで柴田リーチと行きました。リーチピンフドライチサブローマン待ち。さあ小林さんはウーワンを引いた時はおそらくローワン補充になるかな。残り2枚引いたら危ない。ドラ引いたらこれは小層が現物、数層は2層がワンチャンス、はい、3層もワンチャンス、かなり通りそうな数層ですね。ただ一応安全度に、はい、これ小林さんがテンパイした時数層仮に打ってテンパイしても切り出さなきゃいけない兵が数ワンローワンと危険度の高い範囲だったんで、その数層を切るリスクも犯したくないということですね。はい、ということはこれテンパイしても数ワンローンは選ばない可能性もありますね、うんうんうん、となると柴田の一人テンパイで結局は濃厚、あと月が入ってですか。はい、佐々木これで入って柴田の一人テンパイで結局となります。最終戦もいよいよ難入してきました。すごい濃いトンバでしたね。はい、まだ今のところは、はい、佐々木さんと今野さんが有利ですけど、まだ半周終わったら何があるかわからない。そうです、小林も最後の親番が残っています。まあ、ただ、柴田さんだけはこの親番が落ちるとかなり厳しいですね。そうですね、この親番落ちるともう役満条件的な感じに、役満だったりもう倍満とかの高打点しか上がらない状況になりかねないですね。はい、一局日本馬ドラーペー。現状今野の一人行き状態。今野さんの一人行きということはこの一人行きを崩しつつ小林さんがその着順回復したらもう全然逆転はすぐですからね。そうですね、小林が現状ラス目ですがかなり微差ですので、ちょっと着順上げる上がりしただけでもぐっと今野に迫っていきます。そうですね、今総合で18ポイント差なんで、はい、はい、まあ、でも2着に上がるだけじゃちょっと厳しい。やっぱり、ね、配給限定2万、はい、3000万点を超えるのが一つの目安ですね。はい、まあ3万点って言ったらあと5200、今日本馬のリーチ棒1本なんで、ね、残給上がれば53万点ですからね、はい、全然わからないですよ。はい、さあ手配の方はどうでしょうか。チートイツイシャンテン、これはテンパイしたら何かでリーチしたいですね。はい、リーチできそうなさあドラドラは柴田段のフラットな状況だったら、はい、リーチしないかもしれないんですけど、うんうんうん、16残2とか引けるのがめちゃくちゃ大きいんで、はい、多分小林さんはタイプ的にもここはテンパイしたら即リーチに行くんじゃないかなと思います。はい、それが残ってるのも何になるのか何になるのか、うん、何はションパイ、あ、1枚、あ、2枚切れだったんですね。切っていきました。はい、さあ落とせない親の柴田さんは若干マンズの本質が見える形、はい、そして今度ここで嬉しい換算万引き、めちゃくちゃ広い形です ね、はい、今野さんはチピンがここに3層とか引いたらどうか。そう、トイトイ残すかどうかですね。ねえ、ト
ちょいと残した感じでしょうか。今野さん難しいのは、はい、多分これはそうですね、役割にしますよね、うん、転配して換算層なんか強気にいくと、はい、リアンスを切って変則三面チャンリーチとかもあるんですけど、ちょっとここまでの戦い方考えていくと、はい、今野さんはこういうリスクを犯さないんだろうなって感じしますね。これ柴田さんがそうマンズのビルド3層が危ない。ここは今野の上がりとなりました。イペコ1300は1900、盤石ですね。はい、盤石に。盤石、その状況が盤石というか選択が盤石というか、はい、本当リスクを犯さずにうまく上がりますよね。何か。ちょっと止まってますね。はい、さあ柴田さんがこれで親が落ちてしまったので、はい、相当厳しい。そうですね、今が2万5千点持ちぐらい、まあ大阪初に言ったように大雑把に5万点を目指すとなると、はい、残り2万5千点とか3万点ぐらいを3局、最低マンガンを3回それでも今野さんの状況次第では届かないってなるので、はいはい、例えば今今野さんの親番でなんか羽マンとか倍マンを親かぶりさせる必要がありそうですね。役、はい、マンとか上がれればもちろん楽なんですけど、はいはい、それ以外だとこの今野さんの親番で大きい親かぶりを目指さないと最終戦で条件が難しくなりそうですね、はい、多分あれですね、あの柴田さんが条件を考えてるところですね、はい、そのさっき言ったようにマンガン3回いつもで届くのかどうか。あ、なるほど、マンガン3回で届くか。現状このようなポイント差となっています。柴田さんの現状の持ち点が、はい、2万5400点持ちなんで、はい、マンガン3回積もると、5万点弱でその時の今野さんが8000点減るので、はいはい、現状が3万点浮きは残るんですね。浮きは残る。2万点の1000点残って届かなさそうですね、はい、ということは柴田さんが現実的にかわすには、はい、今野さんの、原点を切りに行く上がりが有力。もしくはハネマン、ハネマン、ハネマンガンとかでも多分大丈夫ですけど、そうですね、もしくは他から見逃して今野さんから7700とかを直撃みたいな選択が有力になる可能性が高いですね、はい、このままマンガン3回でダメだとなると、はい、まあ、もちろん役満狙えれば簡単なんですけど、その現実的な条件を目指すために多分見逃しとかの選択がした方がいいのかを今考えているところだと思います。赤順的に見逃しはしやすいですからね。そうですね、このまま例えばマンガン3回上がってなおかつ今野さんの原点が切れれば、はい、柴田さんは勝ち上がりになりそうなので、はい、そうですよね、小江さんとの差にもよるのかな。あ、大丈夫そうですね、うん、今野さん沈めるということは柴田さん一人浮きになるので、はい、まあ、大体他、あの小林さんとは変わりそうですもんね、はい、あ、いや結構微妙ですね。難しい、柴田さん難しい。今野さんの原点割らなきゃいけないけど、はいはい、適度に積もって小林さんの点数も減らさなきゃいけないとか、はい、佐々木さんがラスになっちゃうとちょっと難しくなっちゃうのかなこれ。小林にはやはりラスでいてもらって、小林さんがラスの時自分が一人浮きすれば2万点あるので、はいはい、あ、大丈夫そうですね。あ、ラスなら大丈夫、小林がラスなら。そうですね、で3着までは3着というか2着までは相当行きづらいので、はい、多分ここから柴田さんの上がりで、今野さんの原点を切りつつ、はい、5万ガンクラスを3回上がることができれば通過。もう小林さんは多分かわしてそうですね、はい、まあ、ちょっと休憩中になりました。
はい、さてじゃあ、はい、今現状柴田の条件として羽根つもマンツモマンツモで足りるとのことです。羽根つもマンツモ、あ、先手足りない。マンツモは今野さんの首を切る、はい、羽根つも2回とマンツモ1回で羽根つも羽根つもマンツモ、はい、柴田条件を満たせます。 そうですね、それは今野さんの原点切れるので、はい、ほぼ大丈夫ですね、はい、あ、でも点は切れないんですけれども、はい、あの逆転はできるんですって。あ、なるほど、ギリギリ届くんですか。はい、あ、そうですね、1回羽根まんをやっかぶりさせればいいってことですね、はい、まあ確かにそれ、はい、それ狙うよりはなんか直撃で7700とかで1回削っちゃう方が可能性高そうな気はしますけどね、はい、やはり今度沈めるのが一番現実的な近道というところでしょうか、はい、さあここで今度トンガンコ何2曲でドラがウーソーになります。まあ、だから例えば、はい、ハネマン闇天のハネマン倍マンが入った時に、はい、その他の2人から見逃すっていう確認をしたかったところですね、はい、あ、これさあ柴田マンチャありますよ。ええ、ハネツモ、ハネツモ、ハネツモ、はい。さあ佐々木は少し手が重いか、小林も、小林は言いそうが統一だけど単葉にも行きやすそうな、はい、今見えなくもない。でまあ、さっき言ったように、はい、柴田さんの条件はちょっと厳しめなんですけど、はい、あとは小林さんが原点戻るかどうかですよね、はい、うん、原点戻せるか。で今野さんはもう一上がりしてしまえば小林さんに原点戻られても、うんうんうん、今度は佐々木さんとの差で勝ち上がりの可能性が出てくるので、ここでそうですね、そうですね、佐々木が回っておけばターゲットが自分ではなくなる。そうなんですよね、柴田さんがちょっと大きい手以外上がらないので、はい、ちょっと佐々木さんラスの可能性は低いんですけど、もう一上がりはしておきたい状況には見えますね、はい、逆に言うと、はい、佐々木さんはここで今野さんのお野菜流してしまえば、うん、あとは今野さん対小林さんを眺めてるだけで、はい、通過の可能性があるので、はい、非常に勝負どころですよ、はい、ここで今野と柴田に勝負で入りましたね、入ってますね、はい、ただ佐々木さんも形いいので、ええ、これはちょっと頑張っちゃうかもしれないですよ、はい、そうなると小林も悪くない。ただこれ柴田さんが多分面本イーペーコーで転敗したらリーチすると思うんですよね、はい、いつの面本イーペーコーなら跳ね物なん で、ね、はい、ただその時は佐々木さんからは見逃しになるんですよ、はい、ということで、はい、柴田さんのリーチには押しやすいのかな。あと今度はちょっと押せないけど、でも分かんないな、その、はい、佐々木さんから倍満直撃とか羽根満直撃した時って、ああ今度は佐々木さんを捉えられる可能性が出てきそうな気がするんですよね。さすがにまだまだそうですよね、瞬間統一トップラスで羽根直とかできたらワンチャンある気がするな。いや、テンパイ、いや、いいシャンテンじゃないですか。あ、ごめんなさい、失礼しました。いいシャンテン、面本イーペーコー、はい、そのイーペーコーイースワンローキュワンのままにするか薬杯を残す、はい、あとはチートイツっていう手もありますね。面本チートイツの面本チートイツにしておくと積もればハネマン、はい、闇天にして他から見逃して今野さんから直撃とか、なるほど、いろんなバリエーションがあるので、ここで一旦パワーとかそうですね、はい、打って、はい、メンツ手のハネマンもチートイツも残した柔らかい手ですね、はい、さて佐々木さんの手いいですね。いいですね、というかみんないいですね。小林さんはちょっと打点が見えないんで物足りないんですけど、あ、もちろんこの親流す価値は大きいんで頑張りたいです。これ今野さんの E1 ちょっと危ないですね。ああ、はい、あ、でもそっか、柴田さんがこれ白昼あんこって転敗した時はさすがにリーチになるんで、はい、そうなると今野さんの E1 は一生出ないですね。天敗、これも闇天ですもんね、はい、サブローマンで天敗。佐々木さんはウーバーにくっつけて単品3色見に行きましたね、はい、さあ広く受けるか、それとも若干つもり3個の可能性を残すか、ドラガウーソー、リャンソーが場に4枚切れ、イーソーションパイ、マンズは場に高くて3層もションパイ、これは、はい、ドラを引くか、つもり3個のリーチで打点を見たいということ。さあ9万なんか、あ、これ積もったら大きいですよ。積もったらどうなる、
出上がりが、はい、3400の積もっても70歩だ、はい、2300オール、めちゃくちゃ大きい2300オール、これ2300オール積もったら、いやこれは両面にしてそう、いやでも満足高いのか、でイーソーがションパイ、そして積もったら3箱ということですね。いやいやでも両面のものが積もったんですよね。そうでもあれですね、小林が今のところ出なさそうなんですけど、そうです、ね、終盤で受けが効かなくなった時に選ばれる可能性はありますね。さあこれは E1 リャンマンかな、三走、ね、狙い通り、あこれはリーチといくか、これは逆に今度3ピンチかもしれない。そうですよね、ここでちょっと E 走の取り落としあるかもしれない、あるかもしれないんですけど、おそらく今野さんは危険牌引いた時、はい、トンになると思います。あローワンが、あ両方ともですね、ここはトン、いやローワンツモでも大きいんですよ。いや難しいな、いい相場良さそうだったからこうしたってのは多分大きいと思うんですけど、ね、サブローワンのままのツモ上がりでもめちゃくちゃ大きい上がりだったんで、多分両面選択もあったと思うんで難しいところでしたね。そして小林の上がりのローマンと磯のシャンパンも現状順から状態、実際一発で掴んだんですね今野さんが。そうですね、はい、ということはあと柴田さんがもう無理か。そうですね、柴田はちょっとドラを掴んで、いやこれ小林さんの一人転敗だとまた面白くなりますよ、はい、そうですね、また決着が連れていく。さあ現物はあるけど今野さんが万が一転敗とか梵天も嫌なんで、うん、慎重に選択していきます、はい、さあ相手は今野になります。ここは小林の一人転敗で流局となりました。さあこの局が進んだのは久田さんからすると大きいですね。これで久田が一番ポイントがあるということで、そうですね、今野さんにかわされる可能性が下がったので、はい、あそこかわされる可能性が、あでもここで今野さんがなんか、はい、大きいの積もったら危ないんですけど、あそうですね、3ポイント差ぐらい、ただ今野ちゃん今野さんの連チャンに比べたら全然いいですからね。さあ小林ドラドラだ、ハイパイがいいぞ、来ましたね、はい、これ上がれれば原点超えて、はい、瞬間は今野さんかもします、まくりますね、はい、柴田はちょっともう条件的に厳しくなってきた、100万クラスを狙うか、100万条件的な、さっき言ったのが難しいので、はい、今野さんを一撃で沈めるハネマンを直撃とかだとまだオーラス、はい、若干可能性残りそうですね、はい、佐藤さんが本日で上がったら決定だ、はい、小林さんは多分タンヤオで仕掛けると思います。はい、小林チャンス、今度はちょっとトーンが統一なのでネックなところ、そう仕掛けは厳しいか。小林さんが3900上がれると1本バリーチ棒1本で、はい、残球は42の52入って、うん、持ち点が321になりますね、はい、で321になってしまえばおそらく今あの一人脳天の可能性は著しく低いんですよ、はい、その佐々木さんも受けるし柴田さんの条件が入ることがほぼないんで、一人脳天で、原点切れる可能性が著しく低いので、はい、ほぼ流局脳天で伏せれるみたいな状況になり得ますね。はい、あでも上がり方によるな、今野さんのが今のままだと転敗の点で変わっちゃうかも、はい、トランコ、これは大きい、これ上がったら決まり手になります。うん、これはどっちかのペンチャンを払っていく選択となるか、ローマン一番広く、ね、一番広く
はい、もう愚形残ってもリーチの構えです、しかし3万が薄い。これで今度一気通貫も、そうですね、これはもうポンテンチーテン取っていく場面だと思います。両層切るかリアン層切るか、はい、あ、ローソーポンしましたね、ローソーポン、ローアンは切ってしまったけど、こっからでも単ヤンに行った方が大変の価値は高いと、はい、さあこの仕掛けを受けて佐々木さんどうするか。そうですね、佐々木はいいロスですね、いいロスを引いて、はい、佐々木さん上がりたいは上がりたいけど、はい、このままオーラスいった時は、はい、自分と今野さんが仲間で、うん、なんとか小林さんの親を落とそうみたいな感じになるんですよね。まあそれで十分か。これはヤンマン引きで手広いイーシャンテン。今野さんは受けつつですね、ここで小林さんに補充してしまうと、はい、台無しになっちゃう可能性がある、はい、さあ転廃できるか。転廃、これはローソーカンですか。あー、はい、ローソーカンして一回でも積む番を増やしたいですからね。そうですよね、はい、さすがにカンすると思います。ここでローソーのカカン、さあカンチーピンで転廃。現状チーピンはドラ、これはドラカン、いやもうカンはすると思いますよ。ですよね、はい、別にここでそのドラ見せようが見せない、見せようまいが、その2人用には警戒されちゃうんで、はい、そうですよね。さあもう一枚のリンシャンハイにいるかチーピン。チーピンは1枚しかないんですけど、はい、この後ローピンパーピンを重ねたり、あ、はい、ウーピン引いたり、リアンスを引いても一旦探究系にできますからね。ただピンズ自体が山に薄いので変化も難しい。うん、さあこの仕掛けを受けたらもう佐々木さん、今野さんは宝珠のある可能性のある牌は全力でやめちゃいそうですね。はい、今野さん一応いいシャンテンですけど、もうタンヤオのちょっと3ピンとかだったら絶対打ち出さない。久さんいいシャンテンだけど、ハクも1枚切れだし、ピンズもどれも切れない、はい、一旦何切ってチートイツムにも受けない。うん、あ、なるほど、もう場合によっては何短期のなんかトイトイとか、はい、そういうのすら警戒してますね。あ、確かにまだ薬牌見えてない、ね、チューンが、はい、自分はチューン持ってるのか。もう万が一隠れあんこの可能性は低いんですね。万が一の短期とかも警戒してます ね、はい、実際こうなったところで数ピンだったりを切るつもりがないってことなんでしょうね、はい、これチートイツでしょうね多分。さあいるかチーピン。さあいたら、いたら小林さんの勝ち上がりが相当濃厚になる、ね、で小林さんが行ってしまった場合は、はいはい、この手を上がって浮いてしまった場合は、はい、今度は佐々木さんが入った一方台になっちゃいますね。うん、親かぶりで、あ、また大丈夫か、ギリギリ大丈夫だ、ごめんなさい間違えました。大丈夫、はい、大丈夫です、はい、まあ、佐々木の方が上、今野さんと佐々木さんの、はい、はい、で佐々木さんが上なんで佐々木さん上ですね、はい、だから小林さん、佐々木さんが勝ち上がりの2人になるんですね、瞬間。あ、さあチーピンまだ山にいる。いや積もったらめちゃくちゃ面白いオーラスですよね。まあ、オーラスが必ず一曲で終わっちゃいそう。どうだ。一応両層とか三、はい、あの三層とかどっちがいいかを精査して、はい、おそらく積もぎになるでしょうね。うんうんうん、そのローピンパーピンだったりを引いた時にいい街にしたいんで。はい、ああ、はい。どうやら他は全員の点なので、そうですね、ここは小林の一人転廃か、それとも積もるか。一枚、これは、まあ、一応空振りしておきます、あんまり意味ないですけど。そうですかね、はい、
限り。ちょっとだけ降りたように見える可能性はあるんですけど。いやあ、まあ、いやいやいや。だからってチーピン切ってくれる人は絶対いないんですけど。そうそうそう。柴田さんは安全パイを切るんですけど、はい、まあ、一応そうか、テンパイの可能性あるのか。ポンテン取って曲が続けば、はい、小林さん配定じゃないですか。これ積もったら跳ねまんで決まりだけど、いない、いない、残念。ここは小林の一人テンパイ流曲となります。セテトナイン4曲。さあ、オーラスですね。はい、ここでオーラス。こちらで条件確認がありますので少しお待ちください。小林さんは伏せられない、はい、上がらないとダメ、はい、で、佐々木さん、今野さんは、はい、それでは条件の方伝えていきます。はい、柴田さんは角は役満、はい、直撃はどこからでもダブル役満、こちらが条件に関わってくるのは柴田だけになります。あと河野と佐々木は上がれば OK、 小林はひたすら上がる。小林さんは、はい、最低、いや難しいな、これ上2人がテンパイ取りに来るから。あ、そっか、小林さんが減点できれば、はい、もう佐々木さんは伏せていいのか、はい、その今野さんが一人浮きじゃなくなると佐々木さん今野さんの点差が広がるので、小林さんはその3万1000点でもいいから超えればいい、はい、そうすれば次伏せれる可能性が高くなるっぽいですね、はい、で今、はい、日本馬のリーチ棒が1本あるので、はい、もう1500点の上がりがめちゃくちゃ高い。はい、あ、というかあれですね、もう今299ですもんね、はい、何上がっても捨てれる。そうですが、佐々木が今度に打っていいのは3900までということで、3億以上上がってしまうと佐々木の敗退と。なるほど、はい、単純に、はい、ああ、そういうことですね、なるほど、佐々木さんが柴田さんの下行っちゃうんですね。残休まではセーフと、はい、それではいよいよ第12期グランプリマックスベスト 16B 択最終戦オーラスを迎えました。南4曲ドラはローピン。さあ、小林ドラドラ、ソーズでも一メンツ。さあ、上がりさえすれば、はい、もう勝ち抜けほぼ確定みたいな。ええ、あ、佐々木がここを仕掛けていきます。これは並びがいい、はい、その、ええ、佐々木さんは1回リスクを犯すんですよ、こういう時大体、はい、全然自分の、勝ち上がりが確定してないんで、はい、ここで1回リスクを犯すんですけど、その時の上茶が今野さんなんで、うん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 、次の牌がすごい泣きやすいんですよね。あ、ちょっとサポートが期待できるという、うん、さあ、柴田は役満条件となります。あと一応今野さんは佐々木さんに満貫打つとトップ落ちてまくられちゃいそうですよね、はい、あ、なんで打たなければちょっと佐々木さんにドラアンコみたいなレアケース以外は補充できる可能性が高いですね、はい、あっという間、はい、あ、今野は5200まで補充が可能とのことです。5200、はい、はい、5200このルールではなかなかできないんで、はい、5200とか5200セーフですもんね。だから77じゃなきゃ大丈夫なんで、はい、もうほとんどドラアンコだけ警戒すればいい状況ですね、はい、で久里さんがリアンウッピンに受けずに何短期にしましたね、はい、何短期にしました。自分の目からリアンウッピンが4枚見え、はい、あ、だったら何の方が早く決着つくだろうということで、はい、ここは佐々木の上がりとなりました。初1300点、あ、初1000点は1600点の上がりとなります。最終戦終了しました。最終戦はトップから今野、2着に小林、3着佐々木、4着柴田
という結果になりました。以上の結果からベスト8に駒を進めたのは佐々木紺野の2名となりました。はい、それでは三浦さん、本日の対局振り返ってみていかがでしたか。いや、最後までめちゃくちゃ面白かったですね。はい、はい、もつれましたね。最終的にこそ柴田さんもちょっと条件厳しくなったんですけど、はい、途中までは全然可能性残せてましたし、何よりちょっと手が入って上がれなさすぎましたね、はい、ちょっと今日勝つのは難しかったんじゃないかなと思います。そうですね、本当柴田プロ、あと勝負手がなかなか上がれなくて、はい、あと個人的には小林さんの仕掛けがすごい良かったですね。はい、はい、大好きです。はい、でも見せてくれる仕掛けで、はい、途中までは主導権握って、実際ポイント的にも、はい、展開的にもリードできてたんですけど、はい、最後の4回戦ですか、4回戦で紺野さんとトップラス決められちゃったのが厳しかったですね。うん、そうでしたね。ここで一気に点差が詰まって、はい、紺野に逆転となりました。はい、はいはい、それではインタビューの準備ができた模様です。では各選手のインタビュー、柴田さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、今日の対局振り返ってみていかがでしたか。はい、うん、まあ2ラスきつかったですしね。はい、うん、そうですね。なんかつまんない時に飛び込んじゃうことが多くて、これぐらい行きたいなって範囲の時に結構痛い方順になっちゃったんで、そうですね。うん、なんかね。はい、まあ、3回戦ね、結構きつかったんですよね。うまく並び作れるかなと思ったところで、はい、久津さんと小林さんが、はい、やっぱり3万点付近に戻ってきちゃうからきついなと思って、なんかどっちかをね、大きく2万点ぐらいできれば結構いけるかなと思ったんですけど、はい、ちょっとそうですね、もう後がなくなってきちゃって、まあ狙ってはいたんですけどね、終始ね、はい、うん、やっぱり今日選択が全部逆だったんで、ちょっと逆の選択ばっか選んでたんで、ちょっときつかったな。はい、はい、いやでもその中でも本当に諦めずに高い手を作っていく姿を見て、はい、とても素敵だと思いました。はい、あ、三浦プロお願いします。そうですね、いや条件きついんでね、高い手作んないとどうしようもないっていうのあって、いやでも本当ドラドラとかの勝負手がめくり合いでことごとく負けてたのが、やっぱりちょっとこうなっちゃうとさすがに厳しいよなっていう展開には見えました。そうですね、まあ結構ひどい方丈多かったでは ね、うん、そうですかね、来たかったんですよね。ダブナントイという紺野さんから出てたかった時はワンチャン残ったなって思ったんですけど、ちょっと、まあね、それでもやっぱりまだまだ先は長かったですね。そうですね、うん、なんか、うん、ちょっと明本チートという小林さんからトーン上がった時は結構、はい、これいけるかもなと思った、ね、そうですね、トンパチで並びができると、うんうん、でも全然3個でね、上がり返されちゃったからね。あ、そうですね、そうですね、うん、すぐに3万手戻ってきちゃいましたもんね、うん、そう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 、の展開はきついですね。はい、はい、以上です。はい、では今年度の締めくくりとして、はい、来年の意気込みとファンの皆様へ何か一言お願いいたします。そうですね、まあ来年、まあ、今年はもう今季は終わっちゃったんで、来年そう、まあ、また A1 リーグ始まるんで4月から、はい、うん、まあね、前回、決定戦は5位で終わっちゃって、4位か4位で終わっちゃったんで、はい、今年は、ね、上位目指して、決定戦残れるように、頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。柴田プロお疲れ様でした、はい。はい、柴田プロのインタビューでした。そうですね、やっぱり厳しい展開多かったですね。はい、そうですよね。実際ドラドラも多かったですし、はい、ちょっと一歩間違えれば柴田さん全然通過の可能性あったと思うんですけど、はい、うーん、さっき言ってたようにちょっと厳しい展開多かったと思います。はい。小林プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。今日の対局振り返ってみていかがでしたか。そうですね、これだけ手入ったのに負けるってことはもう完敗だと思います。はい、でも僕からしたらなんですけど、はい、その積極的な仕掛けで前半その何て言うか主導権握りに行って、それがうまく決まっていった、
まあ、後半ちょっと4回戦目でその河野さんのトップラスさえ決められなければかなりいい内容だったんじゃないかなと僕は思います。うん、ちょっとその連盟公式ルールの王道からは外れた選択じゃないですか、その仕掛けの多さが、ね、はい、ただこういうトーナメントとかその2着勝ち上がりの時では僕はかなり有力な、特に今回その受けてくれる人、対応ちゃんと対応してくれる人が多かったからこそ結構いい戦術だったんじゃないかなと個人的には思いましたね。そうですね、ただちょっと最終的な結果がついてこなかったって感じですね。いやすごい良かったと思います僕は。ありがとうございます。それでは今年度の締めくくりとして、はいはい、ファンの皆様へ一言お願いいたします。はい、今期で対局ですね終わりってことで、1年間本当に5000円が力になりました。タイトルは取れたんですけれども、今年は自分の中だとあまり良くなかったんですね。ちょっと、まあ、体調とかも、はい、あと、まあ、リーグ戦も降級してしまったので、ちょっとあんまり、これ言うと怒られるんですけど、あまり良くなかったんですが、やっぱり何ですか、見えない力といいますか、今年から静岡の方にも遠征して、はい、現地の方々とか、まあ、お会いしたことないツイッター上でもお声かけていただいたっていうのが力になりまして、本当にタイトルが取れたなというふうに思います。来期も、はい、ここの場に戻るのは大変だと思うんですけれども、はい、またポイント少しずつ貯めていって、はい、またこの舞台に戻っていきたいなというふうに思います。はい、1年間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひまたグランプリの舞台で楽しみにしております。はいはい、お疲れ様でした。すごいなんか感極まっちゃいそうな、はい、挨拶でしたね。はい、なんかまた戻ってきたいという気持ちがすごいめちゃくちゃ真面目というか、はい、すごいなんかもう高青年でしかない、はい、最後の人でしたね。はい、実際紙一重でしたからね、はい、今回の結果もそうでしたね。一歩間違えば小林さん勝ち上がり全然あったと思うので、はい、まあ、最後の最後は近野さんが強かったって感じですけど。そうですね、本当強かったです。近野プロおめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日の対局振り返ってみていかがでしたか。いやもう3回戦、はい、まあ、でも負けたと思ってましたけどね、1回戦から負けたと思ってて、2回戦3回戦でねオーラスチャック打ちしたんで、はい、いやこれダメかなと思ってたんですけど、背底のリャンはきつかったですね。ただもう僕見てて近野さんの受けのタイミングがもうめちゃくちゃ良かったんですよ。これ普通の人は切ってるけど、これ止めたおかげで他の人のテンパイや上がりを潰したみたいな受けすごい多かったんで、もう多分近野さんじゃなかったら勝ち上がれてなかったたんじゃないかなぐらいに僕は思ってます。いや他の人もっと楽に勝ってるかもしれない。可能性ありますけど、もう、いやだから今日ね普段の3倍ぐらい上がったけど、普段の3倍ぐらい補充もしたんで、1回戦でああいう形になっちゃったんで、ちょっとね自分の展開じゃなくなっちゃったんで、もう、がむしゃらに行ったらなんとか勝てたって感じですけどね。いやでも本当にその相手との距離感というか、ここぞという一枚の止めがすごい多かったですよ。はい、そのなんていうか見極めがぴったり合ってる局面がすごい多かったように見えましたね。でその後半それがハマって僕は逆転につながったんじゃないかなっていう印象です。さすがです。じゃあゆっくり楽しみながら見させていただきます。もう一回。それではベスト8への意気込みをお願いいたします。そうです。まだ一択目ですもんね、これ日程で、はい、まだ、なんでまだ誰と戦うか分かんないですけど、はい、今年はね A1 から落ちちゃったんですけど、浦和戦は決勝残れたんで、同じ年度でね2回目の決勝進出目指して頑張りたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。おめでとうございました。いやー本当に苦しいところからの勝ち上がりすごかったですね。僕の解説全然当たってなかったですもんね。これ切るだろうって言ったのを子供で止めちゃいました、はい、このさちょっとね、はい、本当に受け素晴らしかったです。いや見事な勝ち上がりだったと思います。受けながらももう小三元本一とかの全突破していくところとかすごいかっこよかったですね。ああいうのも展開良かったのはありますけど、は
っぱりちゃんと押して上がったのも大事ですよね。はい、佐々木プロベスト8進出おめでとうございます。ありがとうございました。それでは本日の対局振り返ってみていかがでしたか。降りてる曲がすごく多かったんですけど。そうでしたね、はい、まあ、あんまりこう危なげなくいけたんじゃないかと思います。はい、なんていうか久里さんらしくないぐらいその解説するところなかったというか、その危なげがないというか、うん、参加してる曲少ないけどちゃんと上がりはものにして、なんていうか王道の勝ち上がりっていうイメージでしたね、うん、まあ、あの歩くトーナメントと言われてますんで、初戦で負けるわけにはちょっとねいかなかったと思います。はい、やはりこのくらいの安定感は持ってて当然ということですね。さすがに当然ってことないんだけど、まあまああんまり危ないシーンがなかったんでよかったと思います。はい、本当にメリハリ効いててさすがだなっていう感じでした。はい、それではベスト8への意気込みをファンの皆様にお願いします。まあ、もう一回勝つと決勝戦ですからね、はい、もうしっかり気を引き締めてもう一回勝ち上がりたいと思います。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ベスト8おめでとうございました。はい、さすがの貫禄でしたね。さすがの、はい、そうでしたね。実際その、はい、なんていうか、はい、そのミスらしいミスも全くないですし、はい、そのメリハリが効いている、その公式ルールの王道のような勝ち方なイメージでしたね。はい、なんかちゃんと強いみたいな、はい、すごく安定していました。はい、ではこちらベスト16卓組がこちらになります。黄色く色付けされている選手が本日の勝ち上がりとなっております。三浦プロも A 卓での戦いがありますね。はい、はい、それでは次回の麻雀グランプリマックスはベスト 16D 卓となります。選手は渡辺文也、瀬戸熊直樹、二階堂亜希、黒沢咲の4名となります。実況は古川綾乃、解説は友竹正治が務めます。以上をもちまして第12期グランプリマックスベスト 16B 卓の対局を終了したいと思います。長時間のご視聴ありがとうございました。